どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は特別スペシャル、特別スペシャルって2回言っちゃったけど、すごいことになってるんです。今日は素晴らしいゲストがですね、このガズレレに登場というか、こういつもとあまりにも世界観が違うところにいるんですけど、まあ今日はですね、都内某所にてものすごい方と今ご一緒しております。ご紹介したいと思います。ガズレレデビューをしたということで、もう真っ先に私の情報が飛び込んできてくださったんですけど、スザンヌさんです。皆さん大きな拍手を。どうもどうも、ようこそ。いやー、はじめまして。いやー、スザンヌさん、もう出れてる。ガズレレ YouTube チャンネルの初めてのゲストですから、もう本当に、いやー、もう本当光栄です。ありがとうございます。いや、スザンヌさんがですね、どうもコロナの自粛のタイミングの時に、ウクレレ始めてますというふうにアメブロでね、多分最初僕聞いた気がするんですけど、もうガズレレ仲間の方がガズさん、スザンヌさん、ガズレレでウクレレ始めたって言ってますよというコメントがすごい皆さんから頂戴しまして、そうなのって言って、見に行ったらですね、もうスザンヌさんウクレレやってるんじゃないやってんじゃないってなって、とかって、これはもうどうにかしてスザンヌさんにこうなんていうのかな、まあ、会えないからっていうか、まあ、ウクレレね、こう楽しんでおられるから、それがね、もうスザンヌさんもやっぱもうお綺麗だし、まあ、家族とさこう やってたからなんかこのね、そのすごくこの雰囲気がいいんですよ。そのガズレレの、ビジョンにすごく、まあ、ある一個ね、カチッとこう合致するなと思って、今日はだからいろいろね、ちょっと質問がめちゃくちゃあるんで、嬉しい、ありがとうございます。いや、私ももうまさか憧れのこのガズレレさんの YouTube に出させてもらってるっていうのが本当夢のようなんですけど、本当自粛中にこうなんか趣味始めたいなっていうので、せっかくこのお休みになったし、家族ともこんなに一緒にいることないかなっていうので、じゃあもう今ね、インターネットで初めてのウクレレセットみたいなのがあるので、それを購入して買って、チューニングの仕方から本当にコードを覚えるまで全部本当このチャンネルで教えてもらったので、もう誰とも会わなくて、もう先生いらず、だから先生なんですよ。ありがとうございます。だからね、今日私もでも本当によかった。なんか僕はそういうね、いろんな方に届けたいと思って YouTube ね上げてて、そのとキッズからもうおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな、なんだけど、その中でね、まあ、こうスザンヌさんに届いてくれたっていうのもすごく嬉しいし、やっぱ僕すごく興味があるのは、やっぱ子育て中のママとかってやっぱ忙しいし、やっぱ大変じゃないですか。その中でちょっと音楽がね、日常の中にちょっとこうあるっていう、そういうのをなんかこう広げてくださるアイコンにね、ふさわしいなというか、なんか、そうだから、もう任命ですよね。もうママウクレレ、家族でファミリーウクレレとかこうね、やっぱりウクレレといえば公園に家族でピクニックに行って、その時にもちょっと弾いてるとか、ね、そうなんですよ。で、私今熊本に住んでるので、熊本なんか原っぱとか広い公園が多いので、僕も何回もね、熊本ガズレレの、ファンの方すごく行ってくださって、3、4回去年はね行ったんですよね。もう、まあ、また行きます、また行きます、まあ、本当に私もお邪魔します。もうぜひぜひ本当に、だからそういう公園でちょっと夜弾いたりとか、人がねあんまりこう住宅がないとこで弾かせてもらったりとかするだけで、やっぱこうピクニックもさらに楽しくなるし、で子供たちも教えてとか言ってくれて、巻き込んでね、そうやるから本当に楽しい。やっぱりもう例えばウクレレを、なんでウクレレを始めようと思ったんですか？なんか、ま、楽器とか全く触ったことなくて、でも私実は紅白歌合戦にも出させてもらったことがあるっていう。そうですよね。そうですよね。でも歌下手くそで、でなんか楽器も弾けないし、音程も取れないしっていう中で、でもなんか、カスタネットでもないしなとか思いながらやってる時に、なんか4個ので弾けるってなって、これならちょっと挑戦できるかもってなって始めたんですよね。なるほど、いやでもいい楽器見つけましたね、本当にでもイメージやっぱりぴったりですよね。そう、でもなんかね、ガズさんがおっしゃってた間口は広く、知ると深いみたいな、そういう風に言ったので、やり始めて本当なんか誰でも始めれるし、知ろうと思えばすっごい詳しくまで知ることができるっていうのがあったので、なんか本当なんかやればやるほど楽しくなるし、良かったです、嬉しいな、なんか本当楽しい。で実はスザンヌさんのチャンネルにも僕今今度ね、今回ゲストで出させていただいてるんですけど、そこではスザンヌさんを
ビシバシ鍛え上げてレッスンをしてますんで、スザンヌチャンネル、こちらの方スザンヌチャンネル見てください。こっちも ね楽しいですよ。まあね、いろいろこう課題もあったりとかするんですけど、でもびっくりしたのは、今日のご自身でねガズレレ YouTube 見られて練習してきたってことですけど、はい、本当そこまでよくやってきてくださったという感じで、もう基本はねできてたんで、ちょっとねこう、ああこんな感じでアドバイスしたら、もう見る見るね、もう大セッション、すごい気持ちよかったよね。もうなんか本当にね、やばかったね。もう楽しい気分だった。音楽でなんか、そうなんで、もう本当にね、ぜひスザンヌチャンネルさんの方で見ると、そうすると皆さんもね、ちょっとなんか、あ、そういうことだったのかって、なんかヒントがもしかしたらあるかもしれないですよね。本当なんか、はい、あとワンステップ、ここだけがわからないっていう、同じ多分ぐらいから始めた方とか、これのこれが分からなかったのっていうところが、私のスザンヌチャンネルでバシッと教えてもらっているので、もう本当これは見てほしいし、自分でも何回も見直すことになると思う。そうですね、あと宿題も出してるんでね、またちょっとね、いろいろそういうのも楽しみだなと思うんですけど、はい、なんかであとウクレレをやって、例えばなんか子供たちの反応とか、周りのお友達とか、やっぱ反応はすごいやっぱあった。そうだから、ね、本当に近いお友達、よく会うお友達も同じように、その子はもともとギターが上手だったんですけど、はい、男の子ですか？女の子で、ギターが楽しそうに弾いてたんですけど、もうずっともう何年も弾いてなかったけど、ウクレレなら私もできるかなってことで、中古ウクレレをその子購入して、でやって、だから2台やるとまた幅が、そうね、アンサンブルになりますからね。それも、いやでもきっとですけど、スザンヌさんの、ね、仲いい方、ちょっとあれかってあるけど、スザンヌに できるんだったら私もできるからって、その効果もあるんじゃないかなって間違いない、そういう柔らかさがやっぱスザンヌさんすごい魅力だと思うんで、なんかもう本当ね、ガズレレ的だと思ってます。嬉しい、いやいや本当ね、だからで次はさ、僕スザンヌさん、今日会ってお願いしようと思ったのは、やっぱスザンヌさんのそのウクレレ今やっていらっしゃるってことなんですけど、今度誰かに教えるのがいいんですよ。私が教えるんですか？そうです、下手が下手に教えるのがいいんですこれいつも言ってること、いつもこれ僕が言ってることなんですけど、人に教えたらその分上手になるんですよ。なぜかというと、こういうこうだよこうだよって言ってるうちに、あれ私これできてないじゃんって自分で気づくんですよ、よく。あ、なる、人の振り見て、そう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 。そしてあともう一個は、もう私みたいなね、なかなかこういう人に襲われても緊張しちゃったりなんかする人も多いんだけれども、もう私ももうみん一緒だから、一緒にさ、なんか楽しくやろうよっていうふうに言ってくれる人がやっぱいいと思うんで、まあまあそう、やっぱりそれ教えますじゃん、だって3つ教えたらさ、日曜日には試写できちゃうわけです。そうですよね、3つだっけ、4つか、そうそうそう、だからその感覚ってさ、私にもできたっていう、なんかみんなにさ、ハッピーをすごくシェアすることであって、で、教材は、僕のね、ガズレレ YouTube 見てもらったら、もう基本的なことはできると思うし、YouTube 見ながら一緒にやってもいいし、ちょっとお茶パーティーとかね。そう、私も逆に聞きたかったんですけど、すごい曲数あるじゃないですか。はい、はい、あります。あれはいつ練習してるんですか？いつ練習して、だって2500曲？あ、1400曲ぐらいですね。1400いいですね。そのぐらいのイメージもあると。イメージ、そう、1400曲あるじゃないですか。ある、ある、はい。で、最新のやつとか、すごい難しいのとか、もうすごい、こう出るたびにアップロードされてる気がするから。そう、毎日ほぼアップロードしてますね。ですよね。どうやってこう、いつ練習して、いつ、歌も覚えないといけないじゃないですか。そうですよね。なんでもう最初はだから毎日じゃなかったんですけど、なんかやっぱり僕のガズレレ YouTube チャンネルってありとあらゆる音楽ジャンルを一応やりたいんですよね。だから幼児が大好きな童謡とかもやりたいし、あとおじいちゃんがおばあちゃん大好きな、もう本当昭和のもう名曲とか、最新 J-POP とか夏メロとか80年代のアイドルとか、そうするとやっぱり自分が好きなジャンルって7曲に1曲ぐらいしか来ない人もいるかなとか、毎日アニメソングやってるわけじゃない、なるべくこう多くの人にこうリーチしてもらって気づいてほしいっていうことで、そう、でも自分が好きな音楽を僕がウクレレでやってたら、ウクレレでこの曲できたの、っていうその、驚き、やっぱりウクレレってやっぱりハワイアン、ハワイアンの音楽も僕も大好きですけど、ハワイアンのイメージとか、それこそなんかお笑いの小道具みたいなイメージがちょっとあるんだけど、ウクレレでそこまでできるんだっていうことも知ってほしいし、それを簡単にね、あなたもできるんですよっていうのが僕が伝えたいことでございましてですね、もうびっくりしましたから、できるようになった時、最初は多分YouTube 私が載せさせてもらった時もそんなできてないんだけど、できたみたいな、いやいやいや、できてましたよ、できてました、その感じがいいですよね。そう、あれいいです、
もう本当に僕もね見ててねこうテンションが上がっちゃってですねいやでも本当ねこういうことで、で実はね今回ですね、うん、このウクレレをスザンヌさんにプレゼントをさせていただきました。はい、これをねもう引き込んでもらって、もう本当に育ててくださいということで、本当一緒に寝ます、いやでも本当ね、なんか僕もなんかやっててね、こういう活動しててこういろんな広がりが出てくるのは本当に嬉しいんですけど、まあやっぱね一個のまた僕と違うこう起爆剤としてこうウクレレの楽しさっていうか、結局まあ僕もそうだけど、まあ結局スザンヌさんもさ突き詰めたらこう笑顔になる人増やしたいとか、やっぱエンターテインメントってそこですもんね。やっぱりそれのなんか身近にできる、もう本当にこうソファにパッと立てかけておくだけで、まあねで簡単だしね。であのお茶飲み行かないとか、うん、ご飯行かないっていう言葉の代わりに、うん、ジャハジャハしないとか、あいいですね、うん、人と会う理由がさお茶でもなくてさ、うん、なんかそういうなんかこう人をつなげるなんかこう、うん、コミュニケーションツールでもあるかなっていうことを、うん、まあなんか面白いなというふうに思って、いや本当にすごいなんか私その自粛中に思ったのは、やっぱなんかこうみんななんとなくピリピリしてるじゃないですか、まあ、そうですね、なんかね外に出てね、うん、もうマスクももちろんだし、うん、なんかこう人と話すのもはばかれてるような中で、家でこのウクレレの音色をこう自分が弾くんだけど、それを聞いてるだけで癒されるし、うん、なんかこう対話じゃないけどこのウクレレがすごいなんかハッピーを作ってくれたかなって本当に思うので、そしてそのハッピーを自分で作り上げてるっていう感じがいいじゃないですか、もらってるじゃなくて。確かにそうで、僕らって気づくともらってばっかりいるんですよね、うん、テレビを見るとか、うん、スポーツ観戦するとか、だけどやっぱ本当に楽しいのってやっぱ自分がこうクリエイトするっていうかね、うん、やっぱ表現することだと思うんで、うん、まずほらできっこないと思った人ができた、うん、もうこれだけでもう人生変わっちゃうわけですからね、もう本当にやってほしいですね。いや、やってほしいよね。なんか美味しいケーキがあったらお友達に教えたいみたいなやつですね、もう男子だったら美味しいラーメンがあったらあれ食べたらいいよ、そうそう、だからそんな感じでこの感覚を、うん、体験のシェアみたいなね。確かに。なんか私もよくズームとかでこう皆さんでやってるやつあるじゃないですか。あれに参加しようかなと思うんですけど。オンラインライブ配信。そう、オンラインライブ配信。あれもね盛り上がるんで、オンラインライブ配信のすごいのって、うん、世界中からアクセスがあるんですよ。そうですね、メキシコとか、うん、イギリスとかヨーロッパの方とか入ってくださって。うん、すごい。本当スモールイッツァスモールワールドになっちゃう。そうですよ。でもまだいやしたいなってこの前回やられてた時も思ったんですけど、うんうんうん、例えばそこまで実力が足りてないかなと思うんだけど、そう思っちゃうんですよね。そう、なんかどこまでできたらいいんだろうとか思うけど、うん、もういいんですよね、思い切って入って。いやいやいや、できたくても見てればいいんですもんね。もうできたかできないか分かんないっていう方はもうできてると思うし、うん、やっぱり一番の出会いのインパクトってその瞬間なんですよね、うん、だって始めた瞬間に上手い人いないわけで、で一番最初楽しいからそれ続くわけですから、うんうん、もう最初の私なんてっていうのはもうねなしで、ね、その人こそ一番エネルギーがあるというか、うん、だから結局スザンヌさんもさっきね、うん、スザンヌチャンネルの方でも話したんですけど、うん、最初できたっていう感覚が一番やっぱ強いから、うんうんうん、それをもう一回獲得したくてやってるんで、まあ、もう自信たっぷりにできないと、できないけど楽しいと、これがいいんじゃないかなというふうに思います。いいですよね、うん、だからそうだ、今話が出たんであれなんですけど、まだちょっと具体的には決まってないんですけど、うん、そのオンラインライブ配信をもうちょっと大きい規模でやるときに、うん、ちょっとスザンヌさんもぜひ、いいですか、もうとんでもない、もうこっちからお願いしたいぐらいなもんで、いろんな、でそうするとやっぱり僕がリーチしているところ以外にも、例えばスザンヌさんが のファミリーとか、うんうんうん、ファミリーズキッズとか、うんうん、なんかそういう人も共感すごくしてくれるかなと思うし、いいですね、みんなでね、うん、なんで、まあ、オンラインなんで、例えばこうやって一緒にでもいいし、例えば熊本をちょっと結んで、うんうんうん、熊本のいい場所のところからやってもらうとか、いい、ね、なんかそんなのも、まあ、いろいろ考えられるから、まあ、そういうこと考えてるのも楽しいし、なんかいろいろその企画をオンライン配信イベントはちょっといろいろ考えてて、ぜひまたご相談させてください。こちらこそです。ガズさんの代わりに病院の皆さんと一緒にお届けしてもいいですよ。そうです。そうですね。そう。なんで、まあでもいろいろ本当夢が膨らむというか、楽しみ、うん、で、まあね、本当いろんなあっちからこっちからこの音楽をやる楽しみ、音楽を聴く楽しみは皆さん持っていると思うけど、うん、やっぱやる楽しみを知ったらやっぱりね、やっぱそっち楽しいかなっていう感じで、そう、なんか下手くそでも歌うと気持ちいいし、うん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 、なんかこう自分で歌って弾けたっていうね、感動がありますから、多分ガズレレ YouTube チャンネル見てくださる人ってもう分かるって言ってくださると思います。、はい、スザンヌチャンネルさんの方でもなんかキャンプみたい行かれたり、はい、アウトドアでね、うん、ああいう時ウクレレね、やっぱ小道具としてはもうね、やっぱりもうね、もうあれなんて、もうお酒もその時は飲んでるし、もう全然コードとか見えないぐらいなんですけど、もういい、そうそう、でもハッピーな感じで、うん、すごい、そうだからなんていうのかな、こうすごいさ、なんかこう
演奏をさ、うん、するとかいうところじゃないんですよね、うん、音楽が日常にあって、うんうん、そうなんかそれをみんなでこうシェアするっていうそういうなんか新しい音楽の価値観じゃないかなと思うんですよね。今まで音楽やるって言うとすごい人の演奏をこう、まあ、それも素晴らしいですけど、うんうん、今度それを自分でこうやるっていうちょっとこう方向転換が起こる、うんうんまあ、きっかけ作り、いや本当ね、もうこれしか出てこない、気がついてくれても本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。なんか久しぶりに何かを学びたいとか、なんかこうステップアップ、スキルアップしたいってなんかやっぱ大人になってない、あんましない、私はなくてだったんですけど、あもっとこうできるようになりたい、あできるようになりたいって思ったのはすごい久しぶりだったので、その子供が今1年生で男の子でいるんですけど、小学校1年生なんですけど、その子があの宿題してる横でじゃんじゃかしてママも頑張るからもうこの宿題終わらせてみたいな感じで、まあ、子供的には全然集中できなかったと思うんですけど、でもそれでも一緒に何かを頑張るみたいな感じで、あとやっぱお母さんが楽しんでるっていうのもすごくいいと思いますよね、うん、そうなかなか子供もすごい弾けない、なんか全然抑えれないんだけど、うん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 、手が小さくて、うんうん、だけどなんか弾いてるふりしてすごい楽しそうにしてるから、でもまあC とかちょっとずつね、うんうん、ちょっとずつね、うん、なんか一緒にね、今これ私の今ね始めたばっかりの時のやつが今これが私の子になって、あの昔使ってたのを子供にあげて、あそうかそうか、あいいですね、ウクレレがね、そう広がっていってね、うん、いやいや家族でセッションとかね、素敵ですね。いやまあでも本当これ今日いいきっかけになったかなと思って、うんうん、まあなんか本当またよかったら第2弾みたいな感じでコラボさせていただければと思うんですけど、第2弾も今から楽しみです。本当に練習してきます。いやもう本当感激しました。こちらこそです。さっきのね、うん、あのスザンヌチャンネルさんのレッスンもね、はい、本当もう汗だくになっちゃってですね、もうテンション高まって。いやでも本当僕もね、あのいろいろやっぱコロナ禍でなんかなかなかいろんな方と会えない状況になってたんですけど、うん、本当やっぱりこう人と人とこうね、だってこれ音楽のまたエネルギーが上がっていくのをね、もう体験できてね、楽しかったです。こちらこそです。ありがとうございました。はい、そういうわけで皆さん。ガズレレ本当面白いことになってきました。またこのスケール感で、ね、盛り上がっていって、やっぱ楽しい音楽で楽しいという人を、まあ、なんか増えればいいなということでやってますね。皆さんの周りも、楽しい人増やしていって C と F と G7 できるよとか言って周りの方にぜひシェアしてください。スザンヌさんも始めたよっていうのもいいと思いますけどね。はい、はい、で今度はスザンヌさん の、うん、持ち歌もチャレンジしていきましょう。あーやばい、歌ったら頑張ります、ね、もしさ、そのみんなが会えるようになったら今度どっかで大きい会場でスザンヌさんの曲をみんなで、僕レッスン動画を上げるんで、もうわーっと集まってみんなで弾こうみたいなイベントもありですよね。素敵。あ、オリジナルソング作ったり。あ、オリジナルソング、 ね、いいじゃないですか。そういうことももう全然あると思います。なんか夢が広がりますね。広がります。今作詞したことありますか？ないですか。じゃあまず箇条書きでいろいろ書いてそれをこうまとめるのがいいんで、ポエムみたいなこと、ポエムでももう何でもいいです。熊本のことでもいいし、なんかいろいろ思ったこととか、はい、そういうのをこう、まあまあ、続いていって、あとまあ仲間なんか例えばいろんな方とコラボでもいいと思うし、そうなんですよ。僕も一応シンガーソングライターだったり、はい、プロデュースも一応やってきたあるんで、まあ、いろいろそういうのを組んでね、ウクレレで簡単にみんな弾けるようにしたい、うんうんうん、今度あったらみんなでやろう。あ、いいですね、うん、ちょっとウクレレのそういうの目指していきましょう。目指しましょう。はい、ありがとうございます。いやそういうわけでもういろんな話を聞いちゃって、もう本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、まあ、引き続き楽しんでいきましょう、はい、まあ、あんまりねこうカーッとならずに、ね、ゆるくですね。そうですね、はい、キッズと一緒に、はい、そういうわけで今日はスペシャルゲストスザンヌさんでした。どうもありがとうございます。はい、それではまた皆さん楽しく音楽してまいりましょう。さよなら、バイバイ。